こんにちは、ヨハネラブです。このチャンネルは好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、人気そうな目つきのこちらの魔法使いのフィギュアです。闘争のフリーレン、レンドロイド、ユーベル。それではサイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。危険人物扱いされている3級魔法使いのユーベルがレンドロイドになりました。こんにちは、ピュアリーです。あの早々のフリーレンにユーベルという少女が出てくるんですけど、緑のサイドテールで陰気そうな目つきが特徴な3級魔法使いの少女です。魔族サイド系である、挑発的な黒衣装を着用しています。人殺しの目をしているなと言われていて、実際に襲ってきた山賊を全員惨殺したそうです。完全に危険人物扱いされており、命のやり取りを重視しているかのような価値観を見せています。命そのものを信じてどうでもいいと思っているのか、時には自分自身の命をも損なうような危険な行動もします。一級魔法使い試験では、一次試験でフェルンやラントと組んだ第4パーティーに所属します。ラントのことはメガネ君と呼ぶなど気に入っていたりして、恋愛感情を見せていたりもします。最後の三次試験において面接官を務めたゼーリエから即座に合格を言い渡されます。一応一級魔法使いとなったため、ゼーリエの新しい弟子となって大陸魔法協会の魔法使いとしてゼーリエの命令に従っています。そんなユーベルが今度ネンドロイドになって発売されるみたいなんですよ。ちょっぴり危険なユーベルを再現して楽しめそうです。オロボス、貴様を、すべてを。約100ミリのサイズにユーベルの危うさや魅力が詰め込まれていますよ。挑発的な黒衣装に陰気そうな目つきがバッチリと再現されていますね。ボディの柔らかい感じも表現されていると思います。ジロジロ見るの禁止。交換用表情パーツには笑顔、ニヤリ顔、戦闘顔の3種類が用意されています。表情を交換することにより同じポージングでも受ける印象も変わってくるのではないでしょうか。ミステリアスなユーベルに、危うくて強いユーベルのシーンも演出できそうです。いろいろあるんだね。オプションパーツには杖などが付属しています。付属パーツを組み合わせることで劇中の様々なシーンを再現することができちゃいます。ユーベルが自身の命をも損なうような危険な戦闘シーンも再現できるかもしれません。粉砕玉砕大喝采。ニヤリ顔にすることによりメガネ君コトラントへ好意を寄せる部分を演出できますね。危険人物でありながらも乙女な部分も再現できると思います。ユーベルのアクションを再現していると一級魔法使い試験での名場面が蘇ってきそうです。ファンサービスだ。赤別売りのフリーレンやフェルンたちのネンドロイドと並べればより再現できるシーンの幅が広がってくれます。一級魔法使い試験のシーンをもっと再現できて、作品の世界観にどっぷりと浸かることができますよ。ユーベルの様々なシーンを再現したりしてお楽しみください。さあ満足させてくれよ。こちらのネンドロイドは2025年1月に発売です。そしてお値段は5850円です。このネンドロイドをお迎えしたら、ユーベルのいろいろなシーンを再現して SNS などで自慢しちゃってください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければそのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。